りたいチャンネルです。兄弟チャンネルの青虫の朗読チャンネルにもよろしくお願いします。魔王学院の不適合者第2章魔剣大会編第35話ユニオン第36話半分の魔剣統一派朗読を始めます。魔王学院の不適合者第35話ユニオン。授業が終わり、昼休み。生徒たちは一斉に立ち上がり、昼食を取るために教室を出ていく。王爵については再び学院で鑑定することになり、その結果、俺の班の得点が決まるようだ。まさか、また盗ませるような真似をするとも思えないが、どうも魔王学院は不適合者の俺をあまり評価したくはないらしい。理由としてはおそらく、エミリアが口にした統一派とやらが関わっているのだろうな。アノス様。俺が立ち上がると、白服の女性とが声をかけてきた。先ほどエミリアに食ってかかったミサ、イリオローグだ。なんだ?先ほどはかばってくださり、ありがとうございます。ああ、気にするな。お前をかばったわけじゃない。そう言うと、ミサはにこやかに笑った。でも、おかげで処分を免れました。アノス様が王爵を見つけてくれなかったら、きっとしばらく学校に来られなかったでしょうから。ふむ、処分を覚悟で自分の意を通そうとしたわけか。なかなか見上げたやつだな。ミサだったな。はい、名前を覚えていてくださったなんて、光栄です。一つ聞きたいんだが、統一派というのは何だ?笑顔を崩さず、ミサは答える。今のディルヘイドは、ほとんど皇族が統治しているのはご存知かと思いますが、おおよそ見当はついているが、詳しくは知らない。教えてくれるか?はい、喜んで。ミサは心よく承諾し、説明を始めた。ディルヘイドの各地を統治するのは魔王ですが、魔王学院を出ても魔王になれるのは始祖の血を完全に受け継ぐ皇族だけです。権力のほとんどは皇族にあり、私たち根血はディルヘイドのことを決めることができません。魔族は今、能力のあるなしに関わらず、皇族とそれ以外のものに二分されているんです。まあ、これまでの皇族たちの発言を聞く限りでは、大体予想通りではあるな。そんな皇族至上主義を掲げる皇族派に対して、皇族も根血も分け隔てなく、魔族を正しく統一しようというのが統一派です。皇族がディルヘイドを支配している現状で、その統一派とやらの活動が満足にできるものか?魔王学院で統一派の活動が禁じられているなら、その他でもさして変わりはあるまい。もちろん、簡単なことではありません。ですが、私たち統一派にも有力な後ろ盾があります。意外だな。まあ、ここまで皇族が幅を利かせているのだから、後ろ盾の一つでもなくては統一派などという謀反じみたことはできないか。平和といっても、自由に己の主張ができるまでではないのだろう。後ろ盾というのは、七魔功労の一人、メルエイス、ボラン様です。七魔功労でありながら唯一、統一派の考えに賛同してくださるお方です。七魔功労か。だとすれば少々ややこしいな。七魔功労全員が皇族派だというのなら、構図はわかりやすい。魔王学院を運営している奴らが暴虐の魔王である俺を不適合者に仕立て上げ、別の何者かを、あるいは自らが暴虐の魔王になり変わろうとしている。だが、統一派は皇族も根血も分け隔てなく扱うように主張している。これが通るのなら、せっかく俺を不適合者にしたのが台無しになってしまう。七魔功労も一枚岩ではないということか。それとも、統一派の側に身を置いた方が、逆に目的を果たしやすいのか?アイビスの報告を待たないことには、何とも結論が出ないな。アノス様、もし、統一派に興味がおありのようでしたら、メルエイス様をご紹介しましょうか?この申し出、ただの親切と取るわけにはいかないだろうな。七魔功労が俺に接触しようとしているのなら、何か企んでいるということも考えられる。まあ、向こうから動いてくれるのなら、乗らない手はないがな。そうしてくれるのならありがたいが、そんなにすぐ会えるものか?はい、アノス様でしたら、ぜひにとおっしゃると思います。なぜだ?私たち統一派はアノス様が暴虐の魔王と信じています。判別対抗試験での圧倒的な力や、大魔法教練で見せた魔法研究の英知、
いずれにおいても凡脈な魔族になせる業ではありませんから、皇族という枠にこだわらないのなら実力が全てだ。俺を暴虐の魔王ではないかと思うのも当然といえば当然の話だ。とはいえこれまでがこれまでだからな。こうもたやすく信じられると逆に疑ってしまうな。統一派の立場からすれば単に担ぎやすそうな神輿を見つけただけかもしれない。どうなさいました？いや、なら、メルへ椅子に話をつけてくれ。そう口にすると、ミサは嬉しそうに微笑んだ。わかりました。それと、よかったら、これから私たちの仲間がいる場所に来ませんか？みんな、アノス様が来てくださったら、すごく喜ぶと思います。もののついでだ、言っておくか。案内してくれるか？はい、どうぞ、こちらです。嬉しそうに声を弾ませ、ミサは元気いっぱいにケビスを返す。彼女に案内してもらい、俺はその後ろを歩いていった。一旦教練場のある建物から出て、外を進む。ところで、お前たちも来るのか？俺の両隣にピタリとついてきているミーシャとサーシャに声をかける。サーシャが行きたいって。別にいいでしょ。私はアノスの配下なんだから、一緒に行ったって。やれやれ。好奇心旺盛なことだ。ということで、ミサ、二人増えたがいいか？ミサはくるりと振り向き、笑顔を浮かべた。構いませんよ。お二人もアノス様が暴虐の魔王だと信じていらっしゃるんですよね。ミーシャはこくりとうなずく。一緒にしないでくれるかしら？私は信じてるんじゃなくて知ってるの。ツンとした態度でサーシャが言う。まったく、何を張り合っているのやら。そうなんですね。でも、混沌の世代のサーシャさんがそうおっしゃるんでしたら、説得力が増しますよね。なおのこと大歓迎ですよ。ミサはニコニコとした笑みを浮かべる。できたら、何を知っているのか教えてほしいですけれど。それは私が決めることじゃないわ。ミサが俺を見る。証拠などないぞ。あれば、不適合者にはなっていない。とりあえず、そう言っておいた。でも、サーシャさんは知ってるって。その二人は特別だ。ミサは一瞬押し黙り、そうですか、とつぶやいた。何が特別なのか気になったのだろうが、それ以上は特に聞いてこようとはしない。なぜか、サーシャは少し嬉しそうだった。ねえ、あなたの仲間ってことは統一派のことでしょ。デルゾゲードで統一派の活動は禁じられてるんだから、集まったりしたら目をつけられるんじゃないかしら？大丈夫ですよ。その件については私たちも随分悩みましたが、目をつけられても問題ない大義名分を思いつきました。ミサが足を止める。そこはユニオン島の一つだ。デルゾゲードの敷地にはいくつもの塔が立っているのだが、そのうちのいくつかは学内で生徒たちが共通の趣味や興味のあることを行うユニオン活動の場所として提供されているらしい。ユニオンについては剣術の鍛錬を行う剣術ユニオンや、魔法の研究を行う魔法研究ユニオンなど、様々なものが存在する。塔の入り口にはプレートがあり、そこには大きくユニオン名の記載があった。アノス、ファンユニオン、と。ふふふ、どうですか？これ、アノス様のファンとなり、アノス様を応援するファンユニオンを結成しました。私たちが言っているのは統一派の活動ではなく、ただ純粋にアノス様の日頃の発言や、凛々しいお姿について、素晴らしいことを言っていたなぁとか、かっこいいね、とか、そういうことを語り合っているだけなのですよ。バカなの？得意げに言ったミサに、サーシャは激しく突っ込んだ。そうは言いますけど、魔王学院の学則に則っていますから、そうそう処分は受けません。ルールを守っている限りは、メルエイス様の口添えも効果がありますから。そう言いながら、ミサはユニオン島の扉を開く。それに、アノス、ファンユニオンは世を忍ぶ仮の姿ですよ。この中では、日々いかにして皇族派の圧政をくじくことができるのか、真剣な議論が繰り広げられています。ユニオン島へ入ると、中にいた生徒が一斉にアノスの方を振り向いた。キャー、アノス様、アノス様よ。嘘、本当だ。なんで、どうして？どうしよう、今。私、もしかして、アノス様と同じ空気吸っちゃってない？そうだよー。これって、関節キスだー。落ち着きなさいよ。
そしたら、あんた、ここにいる全員と間接キスしてるわよ。サーシャは白い視線をミサに向けた。真剣な議論が、何だったかしら？あはは、お恥ずかしながら、世を忍ぶ仮の姿のはずが、気がつけばみんなアノス様の魅力にコロリとやられてしまってですね。恥ずかしいなんてもんじゃないわ。その時、一人の女性とが意を決した様子で俺の前に立った。アノス様、これに調印サインしてもらえませんか？そう言い、女性とは、ゼクトの魔法を展開した。ふむ、契約内容は生涯俺のファンでいることを誓う、か、俺に全くデメリットのない、率直に言えば、頭のおかしな、ゼクト、としか言いようがないな。ちょっと、あなた、抜け駆けはダメよ、私もお願いします。私も、次々と俺の周囲に生徒たちが集まってきて、ゼクトの魔法を展開する。どれだけ魔眼を凝らしても、それは彼女たちが不利になるだけの契約だ。これは、今の時代じゃよくあることなのか？ミーシャに尋ねると、彼女はフルフルと首を横に振った。人気者だけ。俺が人気者というのもこそばゆい話だが、人気だからといって、この、ゼクトはどうかと思うが、何の意味があるんだ？2000年前はファンユニオンはなかった？あいにく聞いたことすらない。ミーシャはじっと考え、言った。みんな、忠義を示したい。ふむ、なるほど。忠義か。そういえば、真の奴と似た雰囲気を感じるな。この俺に忠誠を誓うこと自体を誇りに思っているというわけか。そんな奇特な魔族はあいつぐらいだと思っていたが、時代が変われば変わるものだな。皆さん、いきなりそんなことをしてはいけませんよ。物事には順序というものがありますからね。調印サインをねだってくる女性とたちとの間に、ミサが割って入った。あなた以外、まともな人がいないみたいね。統一派って、大丈夫なの？皆さん、やるときはやると思うんですが、あはは。ミサは曖昧に笑うしかない様子だ。まあ、気にするな、ミサ。調印の一つや二つ、いくらでもしてやる。え、そうなんですか？じゃ、お願いします。ミサはものすごい勢いで、ゼクト、を使い、頭を下げた。お前もか、という目でサーシャが彼女を見る。あはは、いいじゃないですか。ミサ、ずるいわよ。抜け駆け、抜け駆け。そうよそうよ。みんな、アノス様の調印サイン1号になりたいんだから。女性とたちの抗議に、ミサは堂々と言った。いいえ、これだけは譲れません。アノス様を連れてきたのは私なんですから、私に調印サイン第1号の資格があるはずです。力ずくでも第1号はもらいますよ。ミサが臨戦態勢に入ったからか、魔力の粒子が体から立ち上る。ふむ、魔力の波長が普通の魔族と違うな。これは、精霊の力が混ざっているのか？いくらミサでも、そう簡単に流行らせないわよ。そうだわ。何を捨てても、調印サイン第1号は譲れない。他の女性とたちも魔力を解放し始め、なぜか一触即発という雰囲気になってしまった。ちょっと、落ち着きなさいよ。こんなくだらないことで喧嘩してどうするの？サーシャが苦言を呈すると、女性とたちは口々に言った。いいえ、アノス様の調印サインには命を懸ける価値があるわ。ええ、たとえここで死んでも悔いはない。滑稽に見えるかもしれないけど、私たちには譲れないものがある。ミサが達観したような表情を浮かべ、静かに声を発した。サーシャさん、どうか笑ってやってください。アノス様を好きな気持ちでは一寸たりとも引けない。それが私たち、アノス、ファンユニオンなのですから。魔力と魔力が火花を散らす。彼女たちが一斉に動こうとした瞬間、俺は言った。ふむ、要は全員が調印サイン第1号になればいいわけだろ。その声で、ピタリと女性とたちは静止する。それはそうですが、しかし、全員が調印サイン第1号というのは矛盾しています。どんなに同時に調印サインをしても、0.1 秒、0.01 秒の誤差があります。その差が第1号とそれ以外を分けますから。なんで、調印サイン第1号ぐらいでそんなにムキになるのよ。0.1 秒なら、もう同時ってことにしなさいよ。サーシャがぼやく。まあ、信念は人それぞれだ。それを笑うつもりはない。
が、俺を暴虐の魔王と信じるなら、それぐらいの矛盾を不可能のように言うのはやめることだな。俺は全員の、ゼクト、に調印した。あ、あれ?キャーあー、見て見て、調印サイン、調印サインされてるわ。私も、それに、見て、契約時間に 0.1 秒も誤差がない。0.00001 秒も、全く同じ時間になってるよ。ほんとだー。これならみんな第1号だよー。でも、どうやって、こんなことってあるの?驚きを示す女性とたちに、俺は言った。何、レバイド、って一瞬時間を止めて、それぞれの、ゼクト、に調印しただけだ。途端に悲鳴のような声が上がった。時間を止めて調印サインなんて、超かっこいい。そんなことされたら、私の心臓も止まっちゃうよー。やれやれ。調印ごときで騒がしいことだな。そう思うなら、調印ごときで時間止めないでよね。サーシャが横からいらぬ言葉をつぶやいた。第36話、半分の魔剣。すみません。お騒がせしてしまって。調印サインの剣が一段落つくと、ミサがそんな風に声をかけてきた。みんな、初めての生アノス様に動転してしまったみたいです。その言い方、なんか嫌だわ。サーシャが言うと、隣でコクコクとミーシャがうなずく。お酒みたい。ふむ、生アノスしか。そこ、掘り下げなくていいわ。一理ある。そもそも、同じクラスの者も何人かいたし、会うのが今日初めてというわけでもないだろう。何が生なのかわからないな。ああ、なんて言いましょうか。アノス様は世界から隔絶した雰囲気があって、あたしたちのことなんか。目に入っていないようなところがありますし、ずっと同じ教室にいましたが、今日初めて存在を認めてもらったような気がします。まあ、正直、俺の眼中にはなかったな。あはは、ですよね。ミサは若干落ち込んだようにも見える。気にするな。興味のないことは無視する主義なだけだ。それ、フォローになってないわ。サーシャに同意するように、ミーシャがうなずく。しかし、今日で覚えたぞ。これからは存分に生の俺を味わうがいい。その言い方、なんか卑猥だわ。ミーシャが不思議そうに小首をかしげる。生のアノスは卑猥?なんでもないわ。ミーシャは知らなくていいの。ミーシャは無表情のまま視線を宙に向け、ぼそっと言った。気になる。あ、でしたら、ミーシャさん、アノス、ファンユニオンに入りますか?いろいろと教えてあげられると思いますよ。ミサの言葉に、慌ててサーシャが食いついた。絶対ダメだわ。私のミーシャに変なこと吹き込ませるわけないでしょ。そういう隙あらば勧誘みたいなの、やめてくれるかしら?あ、それなら、サーシャさんも入りませんか?はあ、なんでそうなるのよ。サーシャが驚いたように声を上げる。だって、ミーシャさんが心配なんですよね。一緒に入れば安心じゃありませんか。ニコニコとミサが言う。お断りだわ。だいたい、こんなところに入る理由なんてないもの。そうですか。残念です。と、ミサは口をサーシャの耳元に寄せ、小声で何かをつぶやいた。今なら、隠し撮りしたアノス様の魔法写真が特典でついてきたんですが。そんなもの。サーシャが一瞬、俺の方を向く。全く興味ないわ。と言いながら、ミサに顔を近づけ、サーシャは小声で言った。ちなみにどんな写真よ?ふふふ、見ますか?着替え中の一瞬を撮った半裸もありますよ。半裸?な、そんな、不健全な、フラチだわ。顔を真っ赤にしてサーシャが声を上げる。あ、そういうのはお嫌いですか。じゃ、もっと健全で凛々しい表情のものをご用意しますから。ま、待ちなさい。ミサがキョトンとした表情を浮かべる。はい?念のため、見るわ。念のため。サーシャは念のためを強調している。ふむ、一体、何の話をしているのだ?耳を澄ませば聞こえるだろうが、まあ、わざわざ小声で話しているのだから、聞かないでおいてやるか。わかりました。では、2階にありますから、ご案内しますね。アノス様、少々お待ちいただけますか?ああ。何やら懐柔されたらしく、サーシャはミサに連れられて2階へ上がっていく。ミーシャは行かなくていいのか?アノスが行かないから。
そうか。ん？しばらくして、ミサが階段を駆け下りてきた。お待たせしました。サーシャはどうした？ふふふ、お楽しみ中みたいです。意味深にミサが言う。アノス様、実は一つ、お願いがあるのですが。先ほどまでとは打って変わり、ミサは真剣な表情を浮かべた。なんだ？厚かましい申し出とは重々承知していますが、私たちをアノス様の班に入れてもらえないでしょうか？なるほど。まあ、妥当な頼みではあるか。俺以外の班リーダーは皇族だからな。それに従うのは統一派としては不本意だろう。俺が配下を迎え入れるには条件がある。何でしょうか？強いか、面白いかだ。そう口にすると、ミサは困ったように笑う。やっぱり、そんなに簡単じゃなさそうですよね。一つ聞くが、お前はなぜこんな活動をしているんだ？こんな、とおっしゃいますと、統一派のことですか？ああ、確かにディルヘイドは皇族が支配していて、魔族は二分されている。だが、さほど困ることがあるわけでもあるまい。統治は行き届き、ディルヘイドは平和だ。権力を持てないという点に目をつむれば、生活はなかなか快適だろう。皇族の問題があるにせよ、2000年前に比べれば、随分と良い時代だ。何せ神話の時代では力なき者は死んだのだからな。弱くとも命を奪われることがないというのは、なんとも贅沢な話だ。大した力を持っていないお前たちが、魔族を正しく統一しようなどというのは、危険ばかりが先に立つんじゃないか？そうですね。アノス様の言う通りです。一瞬、ミサはうつむく。けれども、すぐ気を取り直すように顔を上げ、笑みを浮かべた。よかったら、私たちのユニオン島を案内させていただけませんか？見せたいものがあるんです。ミサはひたむきな視線を向けてくる。答えたくない、と言ったわけではなさそうだな。なら、案内してもらおうか。はい、こちらです。ミサは階段を上り、ユニオン島の中を簡単に説明してくれる。2階、3階にはアノス、ファンユニオンに関連するものが置いてあり、普段の活動はここで行う。俺の姿を模した彫刻やら、入学してから今日までの俺の武勇伝をまとめた日誌などを簡単に見せてもらった。4階は寝泊まりのできる居住スペースとなっており、5階にはディルヘイドの歴史書や魔族関連の書物で溢れていた。簡単に見てみたが、2000年前のことがまともに載っている歴史書はなかった。さらに階段を上り、最上階へやってくる。部屋の中央には、石の台座があり、そこに1本の魔剣が刺さっていた。ふむ、奇妙な作りだな。潜在的には、神話の時代の一品に劣らないほどの魔力を感じるが、不完全な状態だ。その魔剣は縦に真っ二つに割ったかのように半分しかないのである。これが見せたいものか？はい。ミサはゆっくりと歩いていき、半分の魔剣の前で立ち止まった。彼女は剣をじっと見つめる。そうしたまま一向に口を開こうとしないが、俺は黙って待つことにした。やがて、静かに彼女は言った。もしかしたら、アノス様なら気がついていらっしゃるかもしれませんが、私は純粋な魔族じゃありません。父は魔族ですが、母は精霊です。半霊半魔か。道理で精霊の力を感じるわけだ。しかし、精霊と魔族が交わる時が来るとは、人間と魔族の根血がいると分かった時以上の驚きだな。母は私が生まれて間もなく亡くなったそうです。少し悲しげにミサは言う。父とは一度も話したことがありません。顔も名前も知らないんです。なぜだ？父は皇族で、そしてかなり身分の高い立場のようです。もしかしたら、ディルヘイドのどこかを統治する魔皇かもしれません。わからないな。それがどうかしたのか？すると、ミーシャが言った。皇族は皇族の子孫を残すのが責務。血族に皇族以外の血を入れた場合、その一族は当人から三神党まで皇族から除外される。なるほど。自分だけではなく、血族にまで影響が及ぶわけか。娘が根血だろうと、本人の血が薄まるわけではあるまい。頭のおかしなことを考えるものだ。ミーシャさんの言う通りです。もちろん、父もそのことはよくわかっていたと思いますよ。本当なら、皇族以外と恋をするべきではありません。それでも、どうしても母を好きになってしまったんでしょうね。ふふふ、
とミサは笑う。なんて、これは、ただの妄想なんですけどね。だったら、いいなって、そう思って。ミサはそう言うが、本当に好きにならなければ、そんなリスクは犯さないだろう。自らの立場さえ、危うくなるのだから。父は私と話すわけにいきません。判例判魔の娘が存在するなんて知られたら、何もかも失うことになります。だから、会うことさえなく、顔も名前も私に明かすことはありませんでした。自分だけならともかく、血族を巻き込むことはできないと考えたのだろう。唯一、私の10歳の誕生日に、誰にも知られないように使い魔のフクロウを使って、この半分の魔剣を送ってくれたんです。その絵に、ミサは優しく触れる。本当は、こんな痕跡を残さない方がいいんでしょうけどね。でも、だから、これは、何も口にすることのできない父からのメッセージだと思ったんです。この剣の残り半分はきっと父が持っています。今は二つに分かれたこの魔剣が、きっといつか、一つになる日がやってくる。皇族と根血が、正しく手をつなげる日がやってくる。そのために、父は戦っているって。必ず迎えに行くから待っててくれって、私にそう言ってくれたんだと思ったんです。ミサは俺を振り返る。ディルヘイドは平和です。皇族の統治は優秀で、確かに親の保護がない私でも、学院に通い、何不自由なく暮らしていくことができます。そこで言葉を切り、彼女は悲しそうに笑った。でも、私は何不自由のない暮らしより、貧しくても父と笑い合える毎日が欲しかったんですよ。それは感情を絞り出すような言葉だった。父親と娘が、引き裂かれて話すことさえできない。そんな悲しいことは、私で終わりにしたいんです。みんな、そうです。統一派のみんなは、皇族の平和な統治の陰に追いやられ、親と会えなかったり、家族を亡くしたりした、そんな経験を持つ人ばかりです。訴えるような視線でミサが俺を見つめてくる。それでも、理想と現実の溝は深いです。だから、アノス様、あなたを学院で見たとき、あなたが皇族を圧倒的な魔力で蹂躙していたとき、私たちはようやく希望の光を見つけたと思ったんです。あなたを暴虐の魔王と信じることができました。ふむ。では、俺が始祖でなかったら、どうするつもりだ？構いません。私たちは、このささやかな幸せを勝ち取るためなら、始祖とも戦います。ミサははっきりと断言した。私たちが信じたのはあなたの言葉です。あなたが、自分は暴虐の魔王だとおっしゃったから信じたのです。始祖が必要としたわけではない、か。確かに統一派にとって、皇族である始祖を求める理由はない。アノス様、どうか、力なき私たちをお許しください。そして、共に戦ってくださいますよう。おおよその事情はつかめたな。次の判別対抗試験はいつだった？予想外の質問だったか、ミサはすぐに答えられなかった。あさって、ミーシャが言う。なら、ミサ、あさって、俺に挑むといい。ですが、勝てとまでは言わないがな、俺の力を当てにするような配下はいらん。始祖とでも戦うといった言葉が嘘でないのなら、その覚悟を示せ。口をつぐみ、ミサは決意したようにうなずいた。わかりました。必ずアノス様のご期待に応えてみせます。さて、じゃ、サーシャを呼んできて、昼飯にするか。最上階を後にし、階段を下っていく。そういえば、アノス様は剣の扱いは慣れていますか？ミサが聞いてくる。いや、俺の剣は、力任せに振り回すぐらいだな。なぜだ？その、明日は大魔剣教練ですから、アノス様の勇姿が見られるのかと思いまして。そんな話も聞いた覚えがあるな。確か、外部から講師が来るんだったな。ええ、メルエイス様のお話では、大魔法教練の時と同じようにヒチマコウロウが来るかもしれないそうです。ふむ、アボス、ディルエビアは俺がうすうす感づいていることぐらいはわかっているだろうからな。どう出るつもりなのか、お手並み拝見と行こうか。それと、これは多分生徒はまだ知らないと思いますけど、転入生が来るんですよ。意味ありげに言ったミサの言葉を、俺は特に気に留めなかった。次回は、魔王学院の不適合者、第37話、錬磨の剣聖。
第38話、大魔剣狂練、高評価、チャンネル登録、お願いします。